こんにちは。まあ、学ぶことってね、大切だと思います。で、それを一つ進めると、試すってことになるのかなと思います。まあ、以前、私がインターネットビジネスを学ぼうとしたときに、学ぶだけではダメだな、インプットするだけではダメだなってことはすぐ分かったんですよ。ですんで、学んだことを試してみる。ね、一歩進めてみる。試すってのは、本当にそうなのか、それで良いのかってことを、まあ、確かめるっていうね、確かめるから試すが来てるのかなと思いますけども、確かに私は学んだことを、試してみて、それが本当に結果が出るのかってことを何回も繰り返した。その何回も繰り返したことが、1ヶ月になり、6ヶ月になり、1年になり、3年になり、5年になり、10年になってるんだと思うんですよ。ですんで、学んで試して、学んで試して、学んで試してをずっとやってきたんで、確かにこれは身になり、肉になり、お金になってると思うんですよね。で、学んだんだけども、試したんだけども、お金になってないってことは、お金になるほどには学んでないし、お金になるほどには試してないってことだと思うんですよ。で、YouTube を作ろうと思っても、10本や20本でもしお金が稼げないんだったら、やっぱり100本、200本に挑戦するしかないと思うんですよね。で、本数だけでダメなら、内容を変えてみるとか、テーマを変えてみるとかっていうことになると思うんですよ。一番最初にインターネットビジネスを学んだのは、インターネットビジネスって何なんですかってことを学んだんですよ。確かにインターネットビジネスって何だろうと思うわけですよね。インターネットを使った商売、これがインターネットビジネスではあるんですけども、じゃあインターネットビジネスを2つに分けてみましょう。通販と広告、終わりっていうことなんですよね。で、なるほど、分かったぞと思ったんで、それを実際に試してみるんですよ。自分の講義の中で、インターネットビジネスって何だと思いますって、私が聞かれたように、多くの人に、塾生さんに、第1期生に聞いてみたら、誰も答えられなかったんで、じゃあ黒板に書きますよと、ホワイトボードに書くんですよ。インターネットビジネスとは、通販、もしくは広告。これをパソコンですることなんですよ。終わりです。っていうふうにしたら、おーみたいな感じでみんなメモを走り書きするわけですよね。いや、そのね、まあ、快感というかね、役に立った感っていうのは今でも覚えてますね。それ以来、ブログってのは何だと思います？ブログってのは日々のことを書く日記じゃないですか。ブブッと。芸能人はそれでいいんですよ。無名な私たちは、このブログってのをメディアだと思わないといけないです。新聞、雑誌、テレビ、ラジオと同じですよ。そのぐらいすごいもんなんですよ。っていうわけなんですよ。で、当然質問が来ますよね。でも今日ブログを書いたからといって、見る人って一人もいないですよ。二人もいないですよ。そうなんですよ。だから、人が見たくなるようなブログを書く。ブログを書いたら次のブログ記事を楽しみにしてもらえるような、次に期待させるような書き方をする。つまりはブログってのは文字の並びだけ、これを学ぶだけで、アクセスって集まるんですよ。これしかないんですよ。有名人はもともと有名だったから有利ではあるけれども、でも、テレビやラジオでやったことをそのまんまブログで書いても面白くないから日常を書くんです。芸能人、有名人は日常を僕らは知りたいでしょ。で、日常生活も同じなんだ。あ、同じスーパー行ってるんだ。同じような暮らしてるんだと思ったら、はあ、同じだなと思ったり、さすが芸能人だな、高いワイン飲んでるなと思ったりすると、はぁってなるでしょ。そのためだけに芸能人のブログを見るんですよ。私たちの生活には全く影響がないんですけどね。それが好奇心ってものじゃないですか。じゃあ、普通の人から、単なる好奇心学びたいですか？そうじゃない。普通の人がどうやったら普通じゃない人になっていくのか、どういう考え方をすると専門家になっていくのかってことを学びたいわけですよね。そしてどんな高度な仕組みもテクノロジーも普通の人からでも学べるんだったら普通の人から学べばいいんですよ。っていうふうな形でね、講義は進めるわけなんですよ。そしてこうも言いました。もし今、有名人から何かものを学びたい、最高の経営者から何かものを学びたいと思ったら、1時間100万、200万みたいなセミナーをやってる時に突っ込むしかないんですよ。でもそんな機会ってないですよね。そこまでレベルの高い経営者が自分のために時間割いてくれるってことはないですよね。だから近所にいる少しね、専門家として長けた人に多少のお金を払って学ぶってことは有益だと思いませんかってことなんですよ。その時にネオヒルズってものが結構流行ってましたんでね、ネオヒルズから直接学ぶのは大変だけども高額だし遠いし、でも広島にはネオヒルズで勉強している速稼塾の久保っていうのがいるんだぞと。だから私から学べばすぐに答えられますよと。私の分かんないことはネオヒルズに行って聞いてきますよっていうような図式ができたわけなんですよ。これも試してみると確かにそれを頼りに集まってくれるんですよね。で、私の開催したセミナーっていうのは毎回20名から30名。これがね、5年続くわけですよ。ね。つまりはセミナーというメディアが構築できたよっていうことをそこで私も体験したし、参加者の方も、それから視聴者さんも体験したってことで、信頼が積み重なって、その後の5年、プラス
合計で10年っていうのが出来上がったわけなんですよね。こう振り返ってみると確かのこの業界でやり込んできたなっていう気がします。でもまだ同時に麓にしかいないと思う気持ちもありますんで、まだまだね、試していきたいなと思いますし、それから今始めたばかりの方に10年分のストックが私はあるからどんどんかかってこいと思いますね。さすがに始めたばかりの1年目っていうのは、学ぶことっていうのがすごく面白かったところもありますけども、回答に窮するところもあったのも事実なんですよ。でも今はもう誰に聞かなくてもほとんど自力で回答して導いていくことができて、実際に稼いだ人間をたくさんこの10年で作ってきたこと、それがそのまま自信になってますし、そして私への問い合わせのメールは尽きることはない。それこそ速稼塾を始めて1日たりとも問い合わせがないっていう日はないんですよね。いや、これはね、本当にね、やってみてよかったってことと同時に多くの方が辞めていった。何度も言いますけども、私が憧れていた人ですら辞めていった、そんな10年間を過ごしてきました。そして私の返信スピードとその密度っていうのは多分届く人は多いんじゃないかなと思いながら、吉谷さんと一緒にね、これからも誠実にやっていこうかなと思ってます。じゃあ今回は試すということでお届けしてみました。いかがだったでしょうか。